落ち着いて。受験生のテーマのプレイ動画了解です。200回目パート5です。ここは落ち着いてね。こちらはクリアのようだぞ。了解です。楽勝楽勝、到着。目標に着いたぜ。大ショット、いいショットだ。なぜ全員が目標の到着を。まあいいや、下がって。とにかく下がる。了解よ。思ったけどなんかどんどんやられてるような。ブーポイントかな。もしかしたらこっちからやったら後ろとか。まだ倒れないのか。今4回当たった気がすんのに。うっそ。了解了解よ。回復されてる。出る出る出る。うまくこっちにおびき寄せてる間に。ボン投げるぜ。まだい。なんとか2人倒せた。あとはみんな任した。頑張れみんな。いやー、やられてる。あと3人。ボムを投げるぞ。暴れてやがれ。いカバーだ。リーチだ。残念だったなって。なんでもう。そしてこれまたここで終わりたくはない。やばい、負けてしまうのとか。いやー、やばい。しかし A ポイントに設置。現在4人、相手は7人。勝ち目が小さい。ナイスショット。なるほど、ギリギリ解除。きついギリギリショット。やばいぞこれは。このままだと誰か1人が解除。やばい、解除できるか。残り20秒。いやー、あとはディストライカさんだけにかかった。やばいぞ、このバウンド解除される。解除される。違う、間に合うか。あー、ダメだった。なんか叫びすぎな気がする。ダメだった。15ラウンド終わってしまった。なんか長いような短いような。長いような短いようなで終わってしまった。一回もう退出しよう。というわけで、受験生のペーパーマンプレイ動画第200回目まで、200回目も無事終了しました。1回目までずっと出してきたよ。いろいろ変わりましたよね。というか最初の頃はな、恥ずかしくて全然実況もできなかったけど、でも今ではもう、ん？ちょっと待って、なんで AK74 デーモンなのにトンプソンのになってんの。まあいいや。今まで1回目から200回目のどれか一つを見てくれた皆様、というか応援してくれた皆様、というか、今まで応援してくれた皆様、そして今まで長い間見てくれた皆様、ありがとうございました。受験生のペーパーマンプレイ動画は、受験が終わった後は続くかどうかは分かりませんが、200回目はこれで終了します。まだあと少しは続くので、どうか応援をよろしくお願いします。それではこれで今日の200回目を終わります。参加してくれた方、そして動画を最後まで視聴してくれた方、ありがとうございました。